今日は手作りショップ浜屋さんに来てみました。まずは店内の様子をご覧ください。紹介したいと思います。まずは松山さんのさくらんぼの生地です。水玉のベースにさくらんぼとお花が描いてあるやつ。さくらんぼの中にも花があってめっちゃ可愛いの。ピンクもあったので色違いで買ってきました。これも松山さんの生地です。ピンク地に赤と黄色の小花柄、これもねすごい可愛いの。お花は結構ちっちゃいです。これも色違いで白があったので買っちゃいました。これはゆうあさんのいろいろなソーインググッズが書いてある生地です。ちょっとこうなんていうんだろう、パネルっぽくなっててすごく可愛いんだけど、これをねこう縦長でちょっとミニトートとかそういうの作ったら可愛いだろうなって
思います。これもゆうあさんの記事、文房具が書いてあって超かわいい。最初見た時 USA コットンかなって思うような柄で、とにかくかわいい。これでペンケースとか作ったらいいよね。これもゆうあさんの記事、子供たちが書いてあるカードがいっぱい載ってるような、そんなイラスト。色もこれね、すごく素敵、ベージュみたいな。ちょっとここを切り取ってアップリケみたいにしたら可愛いなって思う。誰かに作ってほしい。これも色違いで買ってきちゃった。赤っぽい色、ちょっとレンガ色みたいな。これはね、残りが少なかったんで全部買って終わっちゃいました。最後はこれ、サララのアイシングクッキーの生地。今日のイチオシはこれです。めっちゃ可愛い、美味しそうなアイシングクッキーがいっぱい書かれてます。以上が今日の購入品です。今日行ってきたお店は栃木県宇都宮市にある手作りショップ浜屋さんです。お店の詳細は概要欄に載せておきますので、よかったら見てみてください。